こんにちは、なわけです。今日もね、大の大冒険田町の絆完全無課金やっていこうと思います。で、先日ね、ハドラー出なかったらね、即引退って言ったんだけど出てしまったので、かつ単品で勝っちゃったらね、パプニカのナイフも出たんだよね。だからさらにね、進化もできてしまって、んで、正月のただガチャで、クロコダインの真空の斧も出てしまって、ありゃ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 って、結構ちょっと変わってしまったかなって感じがしたので、その自分の戦い方において。なんで、ここでね、今日は70連をね、やって、100やって、そうすると5つ星、あ、4つ星か、確定防具なり手に入るので、まあちょっとやってみようかなと思ってます。はい。なんで、まあここが100ポイント、106ポイントになったらば、ね、それで終わりってことで、まあ結果的には70連っていうことなんで、やっていこうと思います。で、このガチャね、よく見るとね、すべての、武器が出るみたいだよね。はい。はいはい。いりませんと。で、次に20連だね。行くよ、やるか、任せて。これはもうダメだね。ほら、はいはい、いらねー。はい、30連行くよ、やるか、任せて。ほんと渋いよねきついな。40連やばいやばいやばい、やっぱ何にも出ないよな。よ、ちょっと欲を出して70連 などと、ね、話してたけども、なかなかやっぱり厳しいものはあるな。いらねえもんだって、これらって正直な話。はい、50連行くよ、やるか、任せて。おっ、ちょっとこれは見てみよう。で、ここでちょっと点あるかちょっと見さずにちょうだい。うわ、ねえじゃん、ねえじゃん。これで終わりかな。ちょっと行くよ、やるか、任せて。期待しただけにな。あ、これは期待できるかもしれん。やっぱ出ないなぁ。いらねえもんなぁ、こんなもん。で、あ、それで最後か。はい。いやぁ。やばいよ、これ。あ、もうダメだ。で、ポイントしようでしょ。行くよ、やるか、任せて。思わず170連あったけど、お、来た来た来た。あ、当たり前だよ。そりゃそうだよね。くっそー。パプニカのナイフ3本目だね。まあ、これはこれですごいいいことだと思うんだけどね。強くなるんで。はい。いや、いいことはいいんだけどもさ。ここで3万使って6万。まあ、じゃあ170連いっちゃおうかね。70連つったけども、もう勢いだ、ただこのガチャはね、さっき言ったように全部種類が出るようなのでね。行くよ、やるか、任せて。お、これも確定だね。まあ、全部の武器が出るから、今はこれを回した方がいいのかなみたいな感じで、まあ、なかなかこれね、ほんと 0.0015 だけかとかの確率でしょ、ピックアップじゃないと。そんなのなくらねえみたいな。着火のローム上。あ、そうするとこれはハードだ。お、
おお。おお、これはこれはすごいすごいんではなかろうか。まあいい、とりあえず私はあの有言実行で170連あのちゃんとあのあと100連は回らないと。おお、来た、すごい出るな。昨日あのっていうか動画にアップロードした時に全然出ねえよっていう話をしたけど、ね、それが聞いたんだろうか。そんなわけないよね。まあなんか、おお、また出た出た出た、いいんじゃないでしょうか。おお、はい、なんで、まあ、途中でね70連でやめなくてよかったね。なんか後半のその100連やるよって言ったあと結構いい感じで出てない。ベスだからそのコマちゃんの確変が期待できるんではなかろうかと思ってんだけど、もうあとこの2つ星とかはもう完全にあの境界用になってしまうね。ダメか出ないか、これさあといくつっていうのは分かんないのちょっと厳しいよね。自分の持ってるゲームっていうか、これもパスだね。パスパス、はい、まあいい感じですごく組み立てられるのかな。はい、これパスと、かあの滑走尾出るとほんとやばいよね。とてもじゃないけど現金使ってられませんよって話ですよ。そうすると多分最後なのかなこれで。まあでもね、いい感じで防具出てくれたんで、これきついわほんと。あれ？いつになったら100連終わりなんだろう。うわー、きつい、これ。え？ちょっと待って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 。私一体何回回してんだろう。まあいいや。お！ここで来ねえか。あー、もうこれで最後。はい。何が出るかな。これでさ、あの他の人も見てたりするけどもさ、あの防具結構出てない武器より、それはそれで最初は嬉しかったんだけど、こう思うまで出るとちょっとまたなって感じだよね。どうせなんで、あのどうせなんでね、なんかね、この提供割合見るとね、一応今まで出た武器が全部あの出てるんだよね、うん、この下の方とか見ると。なんであと100年やっちゃおうか。やべえ、まあどうせね、もともとね、あの引退するって言ってたからね、うん、出なかったら。なんで、まあ、あの3万くらいは残しときましょうか。お、ダメか。ダメだね。まあでも今持ってる4つ星を強化できるっていう面ではいいの。お、ちょっと見てみよう。はい、おお、聖騎士の大盾だって。はいはい、確変はなしか。まあ、これで一気に、まあ、強く
なるのかな。行くよ。やるか。任せて。ちょっと、うん、武器も出てほしいかな、そろそろ。行くよ。やるか。任せて。はい。出ないね。行くよ。やるか。任せて。これ本当出ないよね。あの時本当にあのアドラーの時宣言したけどもさ、それはそれで装備絞っちゃったから、つぶあパスしてしまったと思った。まあいいか、まあいいか。はい、演出は見られなかったけども、箱は出たんですね。これ使いかああ。前のピックアップだよね。どう組み立てていくかだなーって話になっちゃうよね。行くよ。やるか。任せて。終了。うわ。はい。多分これで最後かな。行くよ。やるか。次で最後。お。終了。ダメか。あ、これで OK か。最後か。はい。行くよ。やるか。任せて。終了。もうちょっと防具はいらないなとは、あの、新しい武器もいらないかなって感じがするけど。これちょっとあれじゃない、もうシャッカの盾も出てしまったんで。ピックアップは全部揃っちゃったよね。まあそういうことなんでね、とりあえず最後の最後で、はい、あの出ましたよということだったので、まあもともとね、あの出なかったら前回のね、あの引退って出てしまって、生地出てしまったがために、今どうせもう捨てたような6万石を使って、まあこのガチャはただ今までのね、あの武器防具は出てきてるので、ちょっと6万から270連で回させてもらいました。で、まあ装備見てもらえればわかるんだけども、あのね、結構ねいい感じで出てしまったのかなみたいな。え、こっち？あ、こっちじゃないか。まあこれの素材とか、これか、左上か。パプニカのナイフもね、あのすでに1凸してるんで、これで2凸させて、うん、で、この雷神の剣をどう扱うかっていう、この無料聖王の剣もね、ある程度強くなって92っていう攻撃力を出せるようになってるので、まあ、ここでパプニカのナイフ、あの、凸させれば、この無料剣よりも安くじゃなくて強くなるし、盾の方もね5つが出たので、まあ3つのやつを今日進化させながら、この4つ星もうまく使ってって、でシャッカの鎧とか出てきたので、これはちょうど4人にあの何あの4つ星なんでね、装備させられるのかなって感じかな。でこの、うん、このシャッカの何シャッカの下、これも3凸できてしまうので、またこれもねちょっと考えながら、あの、進めていこうと思います。というわけで現状ね、こういう風なパーティーにしたんだけども、またねちょっと状況によりけりで変えてったりするのかなという、まあとりあえず170連してみましたというお話です。はい、というわけでね、本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさい。